よし。大変だ、網口君、校庭の木。さすが花。そんじゃ準備していくぞ。うさみちゃん。おっと、そういや、まだ途中だった。まあまあ、読んだ。網口、そう、こんなことし、網口くんは運動も勉強、その上彼の実質にはあ、校庭の休憩所だ。ゆっくりしてると。十郎、夕ご飯食べるでしょ。学校でそういう話はやめてよ。芝くんがいるのに。芝くんがいる。芝くんに冷え、網口くん、もう一、ま、網口教室、もう一、確か、あいつ様子、ちょっと見てく。どうしたの？今晩はハンバーグよ。好物でしょ？やめろよ。一緒に暮らしてるのが、学校にバレたら退学だぞ。私は、別に構わないけどな。何言ってんだよ、困るよ。ごめんなさい。秘密だもんね。気をつける。早く帰ってきて。待ってるから。参ったな。家に帰りづらい。帰ったって落ち着きはしないよ。思春期の男女が一つ屋根の下だなんて。薬師寺は何を考えているんだ。突然現れた時からおかしな子だもんな。おかしい。玄関の鍵開いてた。空き巣とか入ってないよな。あれ、君は同じ学年の。40年越しね。またこうして触れ合えた。ちょっと待って、なんで君がうちに。今日からお部屋を借りる薬師寺めぐみです。よろしくね。冗談だよね。家主の倉部珠緒さんから賃貸契約書も預かってます。ばあちゃんが。引っ越し荷物も運び終わりました。確かに余った部屋に曲がり人を入れるって聞いてたけど、まさか同じ学校の女の子だなんて。何考えてるんだばあちゃん。いやいや、やっぱりダメだよ。ばあちゃんは今月ずっと島根の親戚の家に行ってて、家には君と僕の二人だけだ。こんなの学校にバレたら退学になるよ。それでも私は構わないけどな。え？さて、お夕飯の準備しなきゃ。これからお世話になるお礼にごちそうを作るから期待して。やっぱり困るよ。おい、十郎。あれ、芝くん、
なんだよ、ぼーっとして。網口のやつ見つからないし、さすがにもう帰っちまっただろう。そっか、今日は諦めて帰るとするか。ビデオ屋でも寄ってく？そうだね。彼女は僕への距離が近すぎる。だから変に意識しちゃってどう接していいかわからないんだ。小腹が空いたな。帰りになんか買ってこうぜ。それでどうするの？薬師森村に許可はもらってるわ。なるほど。なんだ？そうだとしても非常に良くない。重郎の状態にも問題がある。このままにはしておけない。重郎をまだ利用する気なのね。そんなの許さない。お願い、もう重郎を騎兵に乗せないで。ふん、今戦えるのは彼だけだ。約束はできない。君が彼に対し特別な感情を持っているのはわかる。だがもう泉じゃない。泉？彼は比べ重郎で、今は別の人間なんだよ。新しい人格は不安定だ。君に危険が及ぶ可能性も。重郎はきっと治る。戻してみせる。比べ重郎を消去したとしても、え、それは無理だ。説明したはずだが、泉の記憶は完全に残っていない。困った人だ。君のために言っているんだ。放っておいて。ダメだ。敷島の施設に戻る。なんだあいつら。あんなの気にせず行こうぜ。戻らないと言ったら。困った人だ。比べ。重郎。聞いていたのか。泉、確か東雲先輩も僕をそう呼んでいた。そういえば保健室で泉重郎の書類を見たな。今の話、何のこと？泉って誰だよ？今晩は重郎の好物を作るの。だから外食せず帰ってきてね。僕が別の人間？泉重郎？バカバカしい。だけど、なんだろう、この気持ち。薬師寺が好きなのは泉。